悲惨は、マジ悲惨やったね。産経新聞、2019年4月25日、天皇謝罪発言の韓国国会議長、セクハラ騒動の末に入院。ファビオの国の人たちって、言われたくないこと言われたり、指摘されたくないこと言われると、あーってなって、パニックになって、ほんまに命の危険を飲んちゃうかな。内臓とかツーなんて大変みたいやで。記事によりますと、慰安婦問題の解決には天皇の謝罪が必要と語った韓国のムンヒさんが、今度は女性国会議員に対するセクハラ騒動で渦中の人となっている。いや、ヒさん。韓国国会は24日、選挙法などの処理案件指定をめぐり、紛糾。請求な法案成立に反対する保守系最大野党、自由韓国党の議員らが、ムンヒさんの議長室を訪れて抗議し、揉み合いになった。この時、ムンヒさんが、女性議員の腹部を両手で触ったと、同党は主張している。自由韓国党の議員らが主張しとんねんって。セクハラだーと抗議した女性議員に、ムンヒさんは、こうしたらいいのかーと言って、女性議員の方を、両手で覆った。うきも。再度抗議する議員を両手で抱きしめたという、キッシュ!ムンヒさんって顔も悲惨やんか。コメント欄に男梅って書かれてたんで何かいなと思って、ググったらムンヒさんとそっくりさんが出てきてった。ムンヒさんは謝罪の意思を示し、場を去ろうとし、体が接触したのをセクハラと言われ、カッとなった。と説明したが、女性議員は単なるセクハラ問題じゃない。と精神的衝撃を訴え、入院。自由韓国党は、ムンヒさんを告発する構えだ。批判にショックを受けたというムンヒさんも、国会近くの病院で入院中で、低血糖ショックの症状が出ているという、キーってなって、あーってなって、血管とかわーってなって、ボロボロなりはったんかな。面白いですね。で、国会議員のセクハラ騒動に、韓国の政界では動物国会だ、と呆れる声も出ているという。まあ、韓国の国会なんて大暴れしたり、結構、本能のまま暴れてるからな。ファビオ持ちの人たちって、本当に、不安とか、怒りが、極限まで行くと、フラフラって倒れはるからな。あの国の人たち特有の、ファビオンっていうのは、内臓が熱くてたまらんかったり、結構、私たちの想像を超える苦しみがあるみたいやね。だから私、以前は敵とみなした人に対しては、怒りマックスにさせる工夫してきたんですよね。ムン悲惨に関しては、胸くそ悪いおっさんやから、もっともっと悲惨になるといいなと思っています。